オーガスト・ガスウェイング、オーガスト・ガスウェイング、1866年9月29日から1955年9月4日は、1880年代から1890年代のメジャーリーグベースボールの野球選手。ポジションは投手。ケンタッキー州、ルイビル生まれ。右投げ右打ち。ニックネームは、キャノンボール、ラバーアーム、ラバーウィングドガス。 1866年、ケンタッキー州、ルイビルで生まれる。1887年にメジャーデビューを果たし、デビュー年から8年連続40試合登板を果たす、タフな投手だった。荒れ玉も多く、通算よし9は、歴代1位。シーズンよし9も、歴代3位7位10位の記録を持ち、シーズン冒頭数も、歴代8位という記録を持っている。弟のジョンウェイ・イーングも、 野球選手で、メジャーリーグで2年プレーしたが、20歳で溶接した。ナショナルリーグ、プレイヤーズリーグ、アメリカンアソシエーション、アメリカンリーグの4つのリーグでプレーし、通算264勝を挙げ、1901年に引退。1955年、故郷であるルイビルで死去。88歳だった。以下。 歴代順位はいずれも2016年度シーズン終了時の順位である。ありがとうございます。